県立大磯城山公園を散策します。この展望台は関東の富士見百景に指定されています。園内を散策して心身ともにリフレッシュできました。県立大磯城山公園の動画は終わりですが、大磯プリンスホテルの動画はご視聴いただけましたでしょうか。引き続きダイジェストにはなりますがご視聴ください。よかったら右上のボタンから本編をご視聴ください。Thank you.
この宿泊記はぜひ本編をご視聴ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。